FRB のボーマン理事は6日の講演で、これまで2回実施してきた0.75ポイントの利上げについて、インフレ率の持続的な低下が確認できるまでは、今後も同じ程度の利上げを検討すべきだと述べました。ボーマン理事は、食料や住宅、燃料、自動車などの必需品で、高いインフレ率が来年まで続くとし、インフレがピークを迎えたとの見方を否定しました。